僕のおすすめの右手の握り方ですね。ミスヒットがね、激減してきますので、バタフライグリップ。はい、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ゴルフツアープロコーチマイケル長谷川でございます。今日もゴルフの学びを進めていきたいと思います。今日はですね、またグリップの話をしていきたいと思いますね。これね、前回こういうね、グリップとか基本的なところの動画ってあまり見られないんで、他の YouTube をね、出されてるインストラクターってあまり基本的なところはやってないんですけれども、過去にですね、出したグリップの動画ですね、これだけは知っていてほしいクラブの握り方っていう動画があるんですけど、これたくさんの方に見ていただいたんですよ。あれですね、左手の握り方が基本的にって言ってるんですね。じゃあ右手どうなんだと、おすすめの握り方を教えてくださいっていうのがね、大変そういうお声をいただきました。クラブの握り方と言っておきながら、左のグリップしかやってなかったということになりましたね。で、今日はですね、これはね、僕のおすすめの右手の握り方ですね。このね、いつもゴルフレッスン動画をね、出させていただいてるんですけど、そのね、レッスン動画の内容とも沿うような内容になっておりますし、何よりですね、この右手のグリップをしっかり握ることによって、ダフったり、トップしたりといったですね、ミスヒットがね、激減してきますので、右グリップをね、しっかり今日は押さえておいていただいて、高効率なね、インパクトをですね、実現していただければと思います。それではですね、早速やっていきたいと思うんですけれども、結論から言うと、グリップはバタフライグリップで持ちましょうっていう話です。バタフライグリップ？皆さん、聞いたことありますでしょうか？また出てました。マイケルゴルフ TV おなじみの、なんだかよくわけがわからないゴルフレッスン、ゴルフ用語。バタフライグリップ。こういうね、グリップです。はい。僕がいつもグリップを説明するときには、角材を使いますね。皆さんのね、角材、一家に一本ぐらいはね、角材あると思います。ないですね。なければ、パターのグリップです。パターを持ってきていただくと、パターのグリップって平らな面がありますからね、パターのグリップでやっていただければと思いますが、左手のグリップですね。まあ、左手のグリップの詳しい内容はですね、過去動画見ていただければと思うんですけれども、左手のグリップを握ると、この角材だと4つの面になりますよね。この4つの面の、この頂点の右側ですね。右側に左手の親指が来ます。右手はこの面の左側、ここの面に親指が来るようにして握ります。これがいわゆるバタフライグリップと言われています。この右手相当被りすぎてないっていう話になるんですけれども、もうこれでいいんです。はい。こうすることによってダフリトップが激減します。これからね、詳しくね、ここを説明していきますからね。一般的なね、グリップの、セオリーというのは、左手があったら、左手の親指と人差し指にこのようにですね、V 字ができたらですね、これが右手の V 字も平行になるように握るっていうのが基本だと思いますけれども、バタフライグリップっていうのはこれが平行にならずに、ちょっと右手が被るような形になるわけですよね。少し上から握るような形になってきます。まあ、じゃあなんでね、このグリップがいいのかっていう話をね、していきたいと思います。はい、まず一つ目のね、理由をね、話をしていきたいと思います。一つ目の理由はですね、ヘッドが落ちにくくなるので、ダフリトップが少なくなるっていうことですよね。なんでっていうとですね、右手の使い方をもう一回おさらいしていきたいんですけれども、右手のひらをやっぱり下に向けて使ってほしいよねって僕はいつも動画で言ってますね。要は右手が上を向いてしまうと、これはいわゆるフリップの動きになりますよね。フリップするクラブがこのようにすくい打ちになってしまうこと、フリップ打ちとか言ったりしますけれども、ハンドファーストで打つためには少なくとも右手のひらっていうのが下を向いてインパクトに向かっていかなきゃいけないわけなんですけれども、これがですね、下からこのクラブを握ってしまっている方がですね、このように右手のひらを下に向けて使ってしまうと、フェースの向きがとてつもなく左向くわけですよね。そうすると右手の下から握ってる方のインパクトっていうのはどうしてもですね、まあ、このような形になるんですよね。はい、このような形になるんです。下から握ってしまうとこのようにダフリやトップのねミスが出やすくなるわけなんですよ。ダフらないようにするには右手のひらをね下に向けた状態でこのようにこういう動きですね。こういう動きで打ってあげると基本的にはダフリトップが減ります。このようにアプローチとかでもね、敵面に出ますね。敵面に出ます。このような感じで、はい。自分の中で今こう使ってます。手のひらが。こうですね。この状態です。この状態です。はい。この状態です。で、今みたいに打つと、はい。このように、ヘッドが落ちにくいんですね。
そうです。これが下から握ってしまうとこのような動きになりやすいというなりますよね。ですからヘッドを落とさないためにも、まあ、要は右手のひらを下に向けて使いたいわけです。使いたいので、要は最初から右手が上にあればフェースの向きが要は変わらないわけですよ、うん、もう最初はこの状態で来てるのでフェースがスクエアな状態で、インパクトできるのでボールも当然ながらまっすぐ飛んでいくと。で一方ですね、右手のひらをね、右手を下から握った状態で、はい、下に向けるとフェースの、ね、向きが変わってしまうのでやっぱり引っかけが出るんで、こういうこのようにですね、少し伸び上がるような形のインパクトになってしまうということになりますね。で2つ目の理由として、今のところとですね、つながってくるんですけれども、このフェースローテーションが小さくなるということですね。で先ほど言ったように、このように下から握るとやっぱりフェースの向きっていうのがフォローでフェースが下を向きやすくなりますね。なんですけれども、しっかりこのバタフライグリップ、ね、このような状態で、打つとですね、このように右手を回していっても、まあ、大体12時ぐらいの角度になっていくので過度なフェースローテーションが起きないんですね。ですからしっかりとこのようにですね、ハンドファーストで打った後に手首っていうのはこのように回していきますからね、こういうふうに回っていきます。はい、回っていきます。はい、まあ、左手はいつも背屈って入っていますけど、右手っていうのはこのような感じで回ってきますね。そうすることによってヘッドが落ちずにクラブが立ってくるような形になるんですけれども、このようにバタフライしっかりね、このグリップで、右手のグリップでいくと、はい、このような形で言ってもフェースの向きっていうのが大体12時ぐらいの角度になってくるということになりますね。はい、はい、で3つ目にですね、これハンドファーストで打ちやすくなると。僕のね、ハンドファーストで打つためには、やっぱり右手のひらがね、こう下に向いてこないとダメだよってね、上向いたらもう絶対ハンドファーストで打てないの分かると思うんですけれども、これがね、最初からこういうふうにグリップができていると、右手のひら下に向けられますから、この状態からしっかりとディロフトした状態、ロフトが立った状態でのインパクトがしやすくなってくるわけですよね。うん。はい。このようにハンドファーストで打てるようになってくると。フルショットでも、このような状態で、お構えてですね、はい、はい、こんな感じでできると。ですからこの右手の形ができると体が起きにくくなってフェースローテーションが抑えられるようになってくるわけなんです。で今みたいなことができるとインパクトが安定してくるわけです。ここで体が起きたり過度なフェースローテーションが入ったりしなくなりますので、しっかりとしたインパクトが再現性高くできるようになるというわけなんですね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。分かりましたでしょうか。このようにですね、右手のね、手のひら、ね、ですからグリップのセンターよりも左側に親指がセットされるということになりますね。このような感じで右手のひらをここでヒンジがね、こう入った状態を向けて、こうやって下に向けて使っていくと、こういうふうな形になりますね。はい、こんな感じになります。ぜひですね、今日はですね、右手のグリップをやってきましたけれども、ぜひ皆さんですね、グリップ少し見直していただいて、特にですね、トップしたりダフったりとか、あとボールがね、プッシュアウトとかフックが強くなってしまっている方っていうのは、右手をですね、少し下から握りすぎている可能性が高いので、ちょっとね、僕が今言っているバタフライグリップのような形で握っていただけると、そのあたりがね、だいぶ良くなってくるんではないかというふうに思いますので、ぜひですね、まず右手の見直しやってみてください。合わせてですね、前回やりましたグリップの基本、左手のグリップの方もですね、合わせてやっていただけると、より正しいグリップができるかなというふうに思います。マイケルゴルフ TV のですね、このゴルフスイング理論に合うグリップっていうのは、こちらのグリップ、バタフライグリップということになりますので、ぜひ、試してみていただければと思います。もちろんですね、人それぞれですね、手首の可動域とか違いますので、もう私はもうちょっとこうフック気味に見た方がいいなとかですね、もうちょっと被せた方がいいなとかですね、まあそれはですね、人それぞれあると思いますけれども、まあ傾向としてやっぱりちょっと当たりが今まちまちうまく当たらない方とかはですね、グリップ見直すのがね、多分結果がしっかり出ることと思いますので、ぜひ、試してやっていただければと思います。そんなわけでですね、チャンネル登録もお願いします。10万登録今目指してるんですよ。10万人登録いかしてください。ね、だから10万人登録したいんで、皆さん、
チャンネル登録まだの方はですね、チャンネル登録していただいて、高評価ボタン、グッドボタンの方もよろしくお願いします。はい、ご質問とかね、感想とかね、コメントを残していただけると、私は全部ハートマークつけてます。はい、全部読んでます。はい、ね、返信はね、全員にはできないんですけれども、次の動画を作るためのですね、参考になりますので、ぜひコメント欄に入れていただけると嬉しいです。ではまた。